みんなの顔を描こう、今から。祭りすのリスじゃなくて、みんなを描く。ラフとかになっちゃうかも。うん、オッケー。髪は短め、長め。髪の毛はありません。あるだろ。ないの？メガネかけてる？かけてる？ちょっと待って。みんなイケメン？みんなのことイメージで書こう。バランス悪いな。まあ妥協点。なんかあんまうまくないな今回。じゃあ消そう。デブ。今みんなの情報を集めるとデブでハゲでメガネかけてる。ねえ、ほんとに？そんな人いなかった気がするんだけどねえ、ぽっちゃりに書くか。みんなの情報を信じるわ。ハゲはちょっとあれだから。かわいい。かわいい、かわいい。男の祭りですね、まず。男の祭りす。書いてる。みんながデブでって言うから、ちょっとぽっちゃりに書いてる。祭りと同じアホ毛。アフゲだよ。どう？似てる？祭りす。どうですか？祭りす。俺じゃん。そう。で、メガネかけてる人はこんな感じかな。メガネ。はい。こんな感じ。女の子かこう。次。女の子は女の子の祭りさおる？女の子。あ、いるやん。本当に？本当に女の子？本当にないです。祭り椅子に女の子いないの？いや、いるよ。いや、祭りはいると信じてるが。美少女だよ、ほんと。かわいい。よいしょ。祭りす。アホ毛。祭りすかっこ女。女の子かけた。かわいい。
やったぜ。書いておいた。そんな感じ。セーラー服の女の子。で、セーラー服のさ、首がこうあってさ、こうあるじゃん。こう来てさ、ここ好きなんだよね。わかる？この、ここね。ここ好き。わかる？この、ここ神よな。ここ神よな。わかる？なんか即興で書くとこうなるわ。パッ。でもなんだろう。でも、女の子はセーラー服が好きだね。なんだかんだね。一番ね。絵が上手いですね。ありがとう。でも祭り背景描くのめっちゃ下手だよ。木とか描けない。なんか。あと動物はね、上手くないっていうか、なんかね。キリン描きます。キリン。木下手。いや、マジで木下手なんだよね。どうすればいいかわかんない。キリンやん。キリン。動物下手くそなんだよ。犬も。犬。猫？あ、でも猫は描ける。猫。うさぎ得意だよ、まつり。うさぎに関しては、どう？うさぎ。うさぎね。クマ？クマ。クマ。かわいい。あ、でもね、アンキモは描ける。アンキもどんなんだっけ？え、なんか違う気がする。なんか違う気がする。アンキもの顔思い出せない。アンキもの顔が思い出せないよ。ドラゴン？得意なんだよ、実は。パンダね、好きで一時期めっちゃ描いてた。え、見て。可愛くない？可愛いでしょ？え、めちゃめちゃ描いてたの、一時期。めちゃめちゃ好きで。トマトじゃないんだけど、トマトはみかんだこれ。かわいいのに。
チ？シャチってこんなんだよね。この辺黒いみたいな。え、シャチってこんなんだっけ？キモいって言わないでよ。ワニ。ワニじゃね？可愛くない？ワニでしょ、どう見ても。カエルじゃない。葉っぱかけるよ、祭り。葉っぱ一時期描いたもん。葉っぱ。葉っぱ。どう？かわいい？かわいいじゃん、カッパ。フォックス？フォックスって耳がさ、こんなんだよね。吹雪。ネズミじゃないよ。ネズミは、ん？ネズミ。ほら。ネズミ、かわいい。いて。ありがとう。玉ねぎって何？玉ねぎ。蝶々。蝶々かけるよ。蝶々。アクアちゃん？あ、玉ねぎが？アクアちゃんの前髪どんなんだったっけ？アクアちゃん実は描いたことないんだよね。なんかさ、髪の毛の部分むずすぎん？アクアちゃんのさ、どうなってんの？こう来るじゃん。巻くやん。どうなってんの？こうやって描いて、こういうこと？こうなってるってことだよね。めちゃめちゃむずい、あのドリル。ね。めっちゃむずい。祭りもさ、自分のさ、髪の毛さ、描くの苦手なんだよね。なんか、こうやってさ、あってさ、猫ちゃんがあって、こうやってリボンついてんじゃん。ここから、なんかクロワッサンみたいな。クロワッサンみたいなのついてんだよ。難しい。そう。他なんかある？書いてほしいもの。何でも書けるよ、祭り。天才だから。天才なんでね。ガンダムユニコーン。別にガンダムわかんないんだよね。ミリシラで書いていい？なんかこんな感じで生えてて。なんかこんな。感じ？なんかこんなんだよね。あ、違う？ガンダムこれじゃない？これじゃない？丸じゃない？外れちゃった。外れちゃいました。01はね、ほんとね、なんか、こういう、ちょっと長細くて、長細くて、こっからこうやってなってて、んでもって、なんかこうなってて、でなんかね、黄色のこういう部分と、なんかこう、シャキーンみたいな、シャキーンみたいななってんだよ。なんかこんな、こ
こんな感じになってんの、ジュロワン。ゼロワン、ゼロワンかっこよすぎんか、見とるみんな、かっこいいよね。ゼロワンのかっこよさはカメが欲しい。え、もちろんカメうまいよ。見てカメスタコラ、え、かわいくない？もも？もも。ももです。もも。ナス？ナス。桃とナスとみんなの大好きな、ちょっとレモンかけないな、レモン、レモン上手、レモン。マジマジ植物以外全部うまいから、植物、お花。ね、マツイマジでね、紙面をこうやって書いて、植物とね、動物だけがどうしてもね、なんか小学生から成長しなくてね、これで これいいじゃない？かわいい？かわいいね。ありがとう。賞取れる？マジ？幼稚園って言わないでよ。シナモン。シナモンってマジでむずいんだよ、あれ。こういうピッタンって。平たいものを描いて、ここにこうやってつなげんの、耳を、でっかい耳ね、そうで、ちょっと切ってあげるみたいな気持ち、なんかこういうこれくらいをこうやってね、こうなの。で、目を結構離す、思ったより離して、でどっちかっていうと丸じゃなくて、なんかこういうゴマみたいな形にしてあげるね。で、ほっぺはもう目にかかる、ほっぺで、口をつけたらシナモン。難しい口って感じ。キューベイじゃないよ。かわいい？ありがとう。私シナモン好きなんだよね。シナモン大好き。マイメロの描き方も、なんかこう、マイメロが、マイメロも描けるんですよ。本当にね。なんか、丸じゃなくて、ちょっとおにぎりみたいな。こういうなんか、こういうやつを描いて、で、囲むようにこう、ちょっと待って、こうだね。ちょっとこれちょっと失敗したわ。ちょっと失敗しましたけど、なんかこうやってうさぎちゃんで、お花をここにつけてるんですよ。で、顔だね。今度はこうじゃなくて、もう普通にこうやって描いちゃって OK。 こうやってね、で、鼻の位置なんだけど、もう下の方というか、なんかこの辺にこうやってやるとぽくなる。眉目の花火、こういう感じでね、
花火をね、こうやってだんだん広げていけばね、それっぽくなるよ。多分ね。ほら、ぽくない？花火やん。ミッチー？ミッチーは、まずこう書く。これをこうやって書いて、ここからこうやって伸ばします。うまっ。こうやって伸ばすんですよ。で、こう。あ、もう見えてきた。で、この形がね、ちょっと。めちゃめちゃうまくない？この辺でやめとくけど、この辺でやめとくけど、ピュン。めちゃめちゃうまくない？大丈夫。書かないよ、最後まで。団子？団子。スライム。え、スライム書いたことない。ドラクエ？え、なんか。って感じになっちゃうんだけど、あと一時期チョッパー書いてた気がする。なんか丸書いてこうやって塗りつぶして、なんか小学生くらいの頃に書いた記憶だわ。なんかこんなようなのを書いた記憶があるもん。こんな感じのやつ書いた。ピカチュウはね、どんなんだっけ。覚えてないな、あんまり。この尻尾が難しくない？ドラえもん。マジドラえもんうまいよ。え、うまくね？うまくね？あと、キョロちゃんかける。キョロちゃん。丸書いてー。丸書いてー。丸書いて、丸書いて、チュ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 、中の二つを黒く塗り、三角帽子をかぶせたら、長い丸で囲みます。知らん？これもしかして。アンテナに本生えちゃってって知らない？ちょっとめっちゃ上の方に書いてた。キョロちゃん。キョロちゃん。かわいいじゃん。かわいくない？キョロちゃん。キョロちゃん、キョロちゃん。昭和じゃないよ、多分。わからないで、ありがとう。ありがとうだよ。おしっこしたい。お手洗いに行きたい。タコ？スプラトゥーンのタコどんなんだっけ？え、全然似てないんだけど、でもどんなんだっけ？え、なんかこういう感じだっけ？でもね、忘れちゃった。あ、なんかでもスプラトゥーンってこうなってたよね。なんか難しいわ。思い出せない。思い出せないのと、トイレに行きたい。お手洗い行ってきていい？いいよ。
行ってきます。ただいま。乾杯じゃないんだよな。ただいまだよ。次が今書きたいものをさ、心ゆくままに書いてみていい？かわいい。モグラ。アリさん。私が描きたいものを。キノコの傘なの、そう。キノコの傘です。こういう絵本が欲しい？多分いけるよ。うん。平和。平和だね。上手？左の絵はスライム。違う、これモグラ。モグラだよ。足にこんにちはって言ってんの。上手？なかなか上手に描けた。タイトルは、人望。周りから信頼されること。人望、なんか頼られる人のこと。人望が厚いみたいな感じ。松井さん、おやすみ、おやすみなさい。